こんばんは、服部孝之です。藤巻奈美子です。こんばんは。日本スティールイマジカルステージ、今週と来週は今人気急上昇のシングライクトーキングのライブ、アミューズメントポケット93の模様をお届けしていきたいと思います。はい、シングライクトーキングといえば FM ではもうおなじみの佐藤筑前さんがリードボーカルをね、担当されている3人グループのバンドなんです。そうなんですね。リードボーカルが今服部さんも申し上げました佐藤筑前さん、ギターに西村智彦さん、そしてキーボードに藤田千秋さんの3人なんですね。ところでこのシングライクトーキングのライブには実はね、多くのファンの方々からリクエストが届いてるんですね。服部さん、一つだけご紹介しますね。はい、宮城県の五十嵐律子さん、高校1年生の方、この方宛先が FM スタッフの皆さん、とにかく誰でもいいって書いてあるんですけれども昨年に引き続きシングライクトーキングの中野サンプラザの模様を放送してください。この頃はいつもラジオの代わりに CD 聞いてます、ではお願いしますっていう風に書いてありますね。熱狂的なファンだよ ね。あの今ハガキに書いてあった昨年に引き続きって書いてあったんですけどね、それはあの実は去年まで佐藤筑前さんが FM でパーソナリティを務められていた番組があったんですね。で、まあ、そこで、シングライクトーキングライブなんか放送してたわけなんですけれども、その番組も、まあ、終了してしまったわけで、ね、まあ、こういうハガキが届いたんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、でも今年はこのイマジカルステージでちゃんと放送しますから、ファンの皆さん安心してくださいね。はい、ではお知らせの後シングライクトーキングのライブの模様をたっぷりとお届けしましょう。収録は5月2日東京中野サンプラザホールです。Magical Stage. This program is brought to you by Nippon Steel. Nippon Steel. Imagical Stage. 今夜はシングライクトーキングライブ、アミューズメントポケット93パート1の模様をお届けしました。お送りしました曲は My Desire 冬を越えて、飛べない翼、離れずに温めて、Stay Gold、Heart to Heart、そして。With you でした。いかがでしたか、服部さん。ね、僕ね、あの佐藤筑前さんって一回お目にかかったことがあるんです。うん、あ、そうなんですか。日本じゃなくてね、確かニューヨークだったと思うんですけど、なんかあのある CM の曲のね、まあ曲を彼が書いて、はい、でまあボーカルも彼がやってるということで、それの録音になんかたまたま立ち会うことになって、そうなんですよね。彼は覚えてるかどうかちょっとわかんないんですけども、うん、そうで、あの。一番最初のこのシングライクトーキングのライブっていうのもね、もう先日亡くなりましたあの元トトにいたジェフ・ポーカロっていうね、有名なドラマいますけど、あの人はちゃんとゲストで来て叩いたりとかね、今回もゲストなんかのパーカッションは斎藤信さんがね、そうですね、来てるみたいですけどね、はい、で今日あのカバーの曲ねありましたよね、あのスティービー・ワンダーのステイ・ゴールドとか、 あと、AOR っぽい曲なの、はい、ハート・トゥ・ハートですかね、こういうやっぱこの辺の曲は彼すごく好きなんでしょうね、やっぱりね、もうポーカロがドラマで呼んじゃうぐらいだからやっぱりね、ああいう AOR の曲っていうのは好きなんだろうね、もう英語の発音もバッチリですよ ね。であのファルセットがまたすごく綺麗だし ね、はい、ね、すごくこう乗って、あのカバーの曲が歌ってたなっていう気がしますけどね、はい、はい、Let's swing! Nippon Steel, Imagical Stage. Drop your hands! こんばんは、服部孝之です。
藤巻まみこです。こんばんは。日本スティールイマジカルステージ、今週は先週に引き続き去る5月2日に東京中野サンプラザホールで行われましたシングライクトーキングのライブ、アミューズメントポケット93のパート2の模様をお届けしていきます。そして今週はですね、なんとゲストにシングライクトーキングのリードボーカルといえばもう皆さんよくご存知のこの方をお迎えしております。シングライクトーキングの佐藤筑前です。どうも、どうもよろしくお願いいたします。コーヒー飲んでズルっていう音が入ってしまったオープニングみたいなこれ先週もね申し上げたんですけど、僕は自分が留学を終えて帰ってきて、しばらくねニューヨークに半年間遊んでたことがあったんですけど、その時に某なんていうんですか、 CM ソングのね録音で筑前さんがニューヨークいらしたんですよ。CM の制作会社の人が僕も知ってる人で、で録音やるから遊びに来ないかみたいな、録音をの風景を見に、はい、遊びに行ったらその時に筑前さんがいらっしゃった、いらしてる、この間中ずっと一緒だったわけじゃないんですけど、お目にかかってます。あの時が僕が初めて会った芸能関係者が服部さんですよ。いや本当ですか、服部克久さんの息子さんまだデビューしてませんしね。全然そうですよ。で、あの時にはその J ウォークの方、リードボーカルの中村さんとかもいらしたし、そうですね、皆さんすごいですよね。なんか懐かしい話になってきました。7年ですからね、6年、24ですから僕まだ。で僕あんまり全然その時と変わってないような気がするんですけど、容姿ですよ、僕は幼稚園からずっとこうですから本当にそうですか、本当にこうです。僕は太ったでしょう。そうですかね、僕は体型よりも顔がとにかくお父さんと似てるっていうね、このイメージがインパクトの強いですよね。ちょっとね、親父さんのお話見たくなってきちゃいましたが、それじゃあ、まあ懐かしいお話も出たところで、はい、お知らせの後たっぷりと筑前さんと太さんにお話ししていただきましょう。Magical Stage. This program is brought to you by Nippon Steel. ですね、ところで先週は今回のコンサートレポートをね、どっちかと主にお話ししたわけなんですけども、今日はまあゲストにお目になってるということで、いろいろお聞きしてみようかなと思いますけども、まあファンの皆さんはね、よくご存知かと思うんですけども、いわゆる結成された、どういういきさつでこのシングレットトーキングっていうのは、まあ僕が高校の時にいきなりプロになろうと突然思ったんですよ。楽器はその時はバンドとかなんか組んでたんですか、それは。僕はね、もう中学、高校頭ぐらいまでベースをやってたんですけど。ベースですか、今はシングライクではベースをおやりにならないでしょ。どっちかというとキーボードですよ、ね、その頃はもうベースやってたんですけど、後藤嗣俊さんが登場してから、あ、僕には無理だとベースをやめて、それでずっとボーカルだったんですよ。それでまあ大学の2年ぐらいになって、どうしてもこの僕がやりたいような音楽ってキーボードっていうのが必要になってくるんですよね、コードの感じとかが。だから大学2年ぐらいで初めて鍵盤って触ったんですよ、でそこから始めたんですよ。あとの方たちは、千秋、実質 何人でしたっけ、実質3人、3人ですね、だからもともと幼馴染なんですけど、幼稚園の頃からの、長い幼馴染ですね、だから大学行きがあったらみんな、まあ、プロになりたいと思ってて、まあ、結局同じ地元のやつが東京で集まったんですね。で、まあ、他にもメンバーいろいろいたんですけど、最終的にこの3人が残ったという。なるほど。じゃあ結成当時はもっと多かったですか、6人とか8人とかね。なるほど、いましたよ。ギターだけ4人とかね、4人とかキーボードがいなくてね、ツインツインギター、そうなんですよ。それで一生懸命なんかトトみたいな曲をやろうとかやるんですけど、キーボードいないんでベンチャーズの域を超えないんですよ、いくらアレンジしても。締まりがそうそう、なんかね、自然とかで出てこないと、なるほど。そう、それで、まあ、さっきも話したように、そのニューヨークでお目にレコーディングの時にね、某CM ソングのやつでお目にかかったんですけども、あの録音っていうのは、あれです、結構豪華だったです、ね、豪華ですよ。特にリチャード T とかやったんですよ、ね、リチャード T とかね、ジェフ、ミロノフとかジョーキャルとか、ジョーキャル、誰でしたっけ、
マイケル・フランクスとかね、あの人のレコーディングではもう確実に出てくる人たちが勢揃いしたわけじゃないですか。あの前の年も僕ニューヨークだったんですけど、あ、そうですか。その時はスティーブ・ガットだったしね。あ、ドラムが、あ、そうですか。あとはあの、ブレッカー・ブラザーズが、もう来たしね。あ、そうなんですか。もうすごかったです。僕特にあの、俺前の年の方が良かったなぁ。アマチュアでやってたでしょ、それで、アマチュアだったのがいきなりポンとニューヨーク連れて行かれたんですよ。僕それまであの大阪も行ったことなかったですからね。いきなりパスポート取れっつって、それで1週間以内にニューヨークだって緊急でアメリカ大使館行って取って行って、それでスタジオ入ったらスティーブ・ガットが来たわけですから、うわー、もうね、それはすごい、ちょっとすごかったです。そうだね、言葉じゃ言い表せないですよね。でまあ88年にまあそのいわゆる CM のその後ですよね、ファーストアルバムをまあ発売して、で、僕も覚えてますけども、確かそのデビュー最初のファーストコンサートですか、デビューコンサートで確かドラムは、あの、有名な、ジェフ・ポーカロさんがね、ポーカロさんが来て、ネーサン・イーストラ。そうなんですよ。これはすごく、またこれがね、どういう戦いきさつですか、やっぱこれもやっぱり劇的ですよね。ガットと会うぐらいの、あっていう感じですよね。そうですね。僕は最初ね、あの、マイケル・ジャクソンの、あの、エンジニアのブルース・ウェイデンって言いますよね。ずっとクインシーとずっとやってた。彼にミックスをお願いしたんですよ。で、その時ブルース・ウェイデンのスタジオ遊びに行ったんですよ。ロサンゼルス行った時に、その時にお前らライブやらないのかとかっていう話になって、あ、やりますけどって言って、お前らはこういう音楽やってんだったらこういうやつとかやらなきゃダメなんだとかって言っちゃって、ブルース・ウェイデンが欲しいってすね、誰がいいとか言って、ジョン・ロビンソンかとかね、アブラハム・ラブレールかジェフかとか言って、いや、どれでもいいですよとか言って、僕らにしてみればそうするとガットンと同じですからね、選べないですよね。いや、もうどれでも、いや、いいですよ、そうか、じゃあ俺が全部あのちょっとテープ渡してやってくれるように頼むからとか言って、じゃあコーディネート彼がしてくれる、ブルース・ウェイデンやったんですよ。それでジェフとネイザンに渡したら、ジェフは人のライブやらないんですよ絶対。あ、そうで、19歳の時にボズ・キャックスのライブをやって以来、レコーディングはやるけど人のライブでバックはやらないってあの人ずっと決めてたから、ジェフは無理だろうと思ったら、ジェフが僕らのファーストアルバムを聴いて気に入ってくれたらしくて、やるって直接電話かかっちゃうんですよ。それでね、現れて、で、外人ってやるやるっつっても、結構いい感じだったんですよ。とりあえず、わかんないですよね。それで、まあ、来ても、まあ、結局、お金の問題もあるだろうし、とかね。成田に着くまで安心できないみたいなのありますよね。で、曲だって、3日しかリハないっつって、どうしようかなってね、3日間で、ね、どうせ練習してこないだろうしなって思ってたら、全部覚えてきたんですよ。ジェフも姉さんも。それで、スタジオ入って、今潰れちゃいました、あの、M 座のスタジオで。やったらもう全部覚えてるんですよ。へぇー、あれ感激しましたね。それは感激ですね。バンドの頃っていうのはやっぱりそう、ボズとかをやってましたか、トトとかやってました。そうですね、あのトトに始まり、あの頃はちょうどやっぱりちょうど11、2年ぐらい前は、いわゆるロサンゼルスのミュージシャンっていうのが、もう世界中のバックをやるようになったでしょ。あのだからその辺の影響はもろにありましたね。なるほどね。J グレードンなんかもやっぱ好きですか。もうグレードンも大好きで、そうでしょうね、デビッド・フォスターとかね、そういうコードだもんな、やっぱり。そう、やっぱりもろ影響を受けてますね。そうですね、そうなんですよ。だからもうオタクでしたよ、ただの。もうどこにもな、 AOR オタク、 AOR オタク、もうね、3小節おきぐらいに転調する言葉が考えてましたしね。わかります、わかります。ものすごくよくわかる、よくわかります。D で始まって半音下がって終わったりとかね、コードとか。今聞くとね、なんだこの曲はって感じですよ、もう。本末転倒ってやつですね。いや、コードでまず固めていく。そうそうそう。いや、だけどそれはわかるなぁ。だからそこだわりですよね、やっぱりね。それじゃあね、この辺でそのシングラキトーキングのライブ、後半の模様をお送りしていきたいと思いますが、実はね、後半のステージはなんと30分以上のノリの良い、大メドレー、はい、楽しみです。まあ、そこでここで一旦お知らせの後、ノンストップでたっぷりとお聞きの皆さんにお送りしていきたいと思います。はい、どうぞお楽しみ。今日はみんなどうもありがとう。日本スティールイマジカルステージ、今夜はシングライクトーキングライブアミューズメントポケット93パート2の模様をお届けしました。お送りしたナンバーは Dancing with your lights, Living for the beat, Lights, La 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 でした。